はい。皆さん、こんにちは。ワナルグルビジです。では、今回は、アートバイアンを現代もっと中国プレイ続けていきたいと思います。まあ、前回はね、台湾、アメリカへの反攻作戦の第一弾として、アメリカ軍に奪われていた西沙諸島の奪還を行いました。こちらですね。ここは中国が取り返しています。次の作戦として、沖縄の那覇、そして台湾、ここの攻略を目指しているんですが、アメリカ軍が強くてですね、なかなかそこに踏み込んでいけないという状況です。なので、今回は戦力の増強をしながらですね、チャンスがあれば、那覇、あるいは台湾に強襲上陸をかけていくという作戦を行っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。まずは、ここで、原子力潜水艦、沈めてますね。まあ、徐々にではありますけども、アメリカ軍の、ね、戦力、特に海軍戦力、ズタボロにされた中、味方の空軍力で、少しずつ、挽回しつつあるので、この調子でね、できるだけアメリカ軍を苦しめていく。海軍を潰していく。沿岸の防衛のために、制海権を取っていく。まあ、そういったところに注力していきたいと思います。そのためにはね、どうしても空軍の方に増強をかけていかなきゃいけないところなので、ここはしっかりという話をしているところで強襲上陸。敵の強襲上陸も来てますが、敵の原子力空母撃沈。これはかなり大きなニュースだな。まあ、現実世界でアメリカ軍の空母を沈めるというのは、まあ、ありえない話であり、もし起きたら、それこそ第三次世界大戦が起きてしまうと思うんですけど、パラセル海の戦いで、これはマルチロール機146機が出撃。アメリカ軍の原子力空母を撃沈してますね。悪くない。さらに、いろんなところで勝利を積み重ねつつあるという状態ですね。そしたら海軍も一度、展開を再び始めていきましょうか。このパラセル海の方で修理中のものはこのまま修理するとしても、修理が終わっているものに関しては一度パラセル海に入って、このパラセル海で行動を開始していきましょう。で、強襲上陸はいつもの香港、この辺りだな。さらに空軍を増強しておきたいな、このパラセル海。香港沖。さらに原子力空母撃沈。ここは香港沖に少し空軍を増強して、より沈めやすい状況を作っていこう。で、生産のラインも少し見直しましょうか。この際なので、輸送ヘリとかは、ちょっと数を減らしてでも、攻撃ヘリとかの方にね、割いていきましょう。それの方が、より、アメリカ軍へのダメージが大きくなるかなと思うので、戦略を少し変えていきます。さらに、原子力空母撃沈。この短時間の間に原子力空母、3隻撃沈したね。これはなんか、流れが変わりつつある感じがしますね。パラセル海の制海権も取れてるしね。まあ、ただ、台湾上空の制空権だけは、どう頑張っても取れないな。まあ、ここはね、我慢比べというところになるかと思います。では、このまま時間を進めていきましょう。では、その後さらにですね、アメリカ軍の原子力空母、撃沈してます、一隻。これは流れが来つつあると見ていいと思うので、積極的に外交の展開をしておきましょう。まあ、不可侵条約結んでもいいかなと思うんですが、まずは関係改善を優先しましょうか。その中で見出していきましょう。渦中に、領収上陸。かなり強襲上陸。大丈夫だね。ここはまあいつも通り定期的に行ってきている
アメリカ軍の定期強襲上陸と、まあそうとでも呼ぶべき内容なので、まあ一応確認しつつですね、流していきましょう。今は関係の改善をして、来たるべき大戦のために、味方にはならないまでも敵にならないでくれる、まあそういうところを増やしておきます。ずらずらっと、溜まりに溜まった政治力を吐き出していきましょう。はい。ちょっと大きな動きがありました。ロシアの陣営にかなり多くの国がですね、所属を始めています。これロシアに乗っかりたいわ。ロシアに入れてくれないかな。ロシアに入れればね、もう、御の字、満点なんですけど、なんとかロシアの陣営にね、誘ってもらえるように、頑張りましょう。ちなみに今ロシアの陣営ですね、すごく増えまして、こんな感じですね。CSTO、これがロシアの陣営ですけども、CSTO はこんな感じです。アフリカも一部 CSTO に入ってますね。これはロシアとは、今まで以上に、まあ仲良くですね、しておく必要があるのかな、というふうに思います。関係改善をさらに進めておきましょう。続いてブラジルもですね、なんと、ロシアに入りました、CSTO。これは、ブラジルさんとも、仲良くさせてもらいましょう。この動き見ると、このまま行くと、一挙に、ロシアが、派遣を取りそうな、そんな感じがしますね。なので、ロシアに近い、国に対しては、こっちから近づいておきましょう。絶対にロシアを敵に回してはいけない。そういう状況になりつつありますね。ではまた時間を進めていきます。海軍での戦いもついに有利に進められる状況まで持ってきましたね。まあ何度も何度もやられて弾かれてという中でしたけど、ここに来て海軍戦争も戦える状態になってきた。まあ特にですね、やっぱ空軍の増強が効いてきたのかなという感じがしますね。アメリカ軍の空母、原子力空母も3隻4隻と撃沈してきたので、これもだいぶいい効果がここに来て出てきているのかなというふうに思っています。ここも撃沈してるね。味方の方はミサイルフリゲート艦1、コルペット5撃沈されてますが、敵の方はパトロール艦8、あとはミサイル巡洋艦を1、ミサイル駆逐艦を3撃沈してます。ちょっとこの調子で互角の戦いを演じてくれればいいなというふうには思うんですが、上陸されている。上陸されたら即座にこれを何としても潰しておかないといけないですね。基地に乗り込んできたアメリカ軍潰す。まあ、補給がない中ではアメリカ軍もそう長くは持たないでしょう。さらにアメリカ軍との戦いが海軍でも激化しつつあるな。毒型輸送艦を1、原子力潜水艦を1、ミサイル駆逐艦を5、強襲ヘリコプター揚陸艦を1、ミサイル巡洋艦を1撃沈してます。味方の損害がそれなりには出てますね。さらにミサイル駆逐艦を8、ミサイル巡洋艦を2、原子力空母を1、ドック型輸送揚陸艦を1撃沈してます。味方の方はミサイル駆逐艦4、フリゲート艦を11、ゴルペットを6、
航空機合わせて10を失っている。痛み分けだな。完全なり勝利というところではないですが、ここはアメリカ軍の海軍の総機関原子力空母トゥルーマンを撃沈。いやー、なんか嬉しいな。トゥルーマン撃沈。このままちょっと海軍の戦いも再開しつつある今、しっかりと攻勢に出ていきましょう。ここまで我慢した甲斐があった。ただこの状況を維持するためには、空軍力ですね、これを増強しないと話にならないので、生産のラインをちょっと見直します。陸軍の装備を削ってでも空軍に振り向けましょう。空軍の方に全力投球。足りていないところにはガリガリどしどし投入していこう。マルチロールも欲しいしな。護衛戦闘車、これを少し減らしてその分を回す。攻撃ヘリ、あとは艦上戦闘機。艦上戦闘機が今全く製造されてない状態なので、これを作っていかないと少しまずめかな。これでいこう。で、足りていないところに重点補充かけます。足りていないところで言うとどうだろうな。輸送機、近接航空支援機、ここのあたりは置いといて、まあ、やっぱりそうだな、戦闘攻撃機かな。これでアメリカ軍の海軍をさらに削っていきましょう。では時間を進めていきます。はい、ここでちょっと東南アジアの方に動きがあって、マレーシアがフィリピンに宣戦布告しています。もうこれ介入してですね、一気に世界大戦に持っていきたいなという気もするんですが、マレーシアとフィリピンどっちにつくかなんですよね。まずマレーシアの方なんですが、まあ、中国の影響力が少し画面小さいですが、左の方に 14% って出てますね。やっぱフィリピンの方は、中国とアメリカが拮抗しているという状態なので、ここは一旦ですねマレーシアに陣営に招待しましょう。まあ、そもそもフィリピンは陣営に招待ができないしね。であればマレーシアを陣営に招待し、一気に対戦を大きなものにとしていきましょう。これで戦争の様相が少し変わってきますね。マレーシアが我々の陣営に加入。ラオスからは不可侵条約が来てるな。まあ一旦不可侵条約は了承して、この後これ陣営に組み込んでいきましょう。で、フィリピンがアメリカ側につく。まあここまでは当然の流れですね。今国際緊張度が 95% まで跳ね上がってきてますんで、これ 100% になったらもう一気に世界大戦になってくると思います。バングラディッシュが不可侵条約、マレーシアから参戦要求、これもちろん参戦するよ、というかもう参戦してるからね。これで戦いの様相が中国、香港、マレーシアとアメリカ、中国、台湾、フィリピンとなりました。ではここで今入れている研究内容ですね、ちょっと確認しておきましょう。まず一つ目が悪天候あるいは夜間のペナルティが効いてくるもの、まあ軽減されるものって言った方がいいのかな。それに作戦の立案速度 5% 入ってくるもの、さらに戦闘機の対空防御プラス 1% 入ってくる第二世代ステルス、そして戦闘攻撃ヘリですね。さらに近接航空支援機、これを今入れてますので、今はやっぱり空軍をね、このまま強化続けていきたいと思いますので、空軍の強化を続けつつ、再びね、アメリカ軍に対して
あるいはアメリカ軍の極東アジアの基地を攻略するために戦いを進めていきたいと思います。いつの間にか98%に上がってるね。このまま行きましょう。で、さらにですね、今、新しく、ジョイントエアオペレーションズというものを入れました。研究です。これによってですね、制空作戦効率、さらに航空支援作戦効率、そして海上作戦効率にそれぞれプラス 10% のボーナス入ってきます。これでまた空軍の力が増してくると思うので、アメリカ海軍をね、追っ払っていきましょう。フィリピンの方では、ベトナムがどうやら味方で参戦してくれてるのかな。そういうわけでもないかな。フィリピンとマレーシアが戦闘中かな。ではまた時間を進めていきます。ついに今国際緊張度が 100% になりましたね。まあ、ただここまで今のところ大きな動きはないです。戦争が拡大するかどうかというところだと思うんですけどね。モザンビークがロシアに加盟か。で、あとはモンゴルが陣営に招待可能。これは大きいな。こんな感じでね、外交を展開しつつ、味方になってくれる国を増やしていきましょう。というところでですね、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。